3年前に行われた日本一を決めるゲーム大会がさすがに逃げ切れないか。守るアーミュー選手のみです。下馬評を覆し優勝したのはグランドチャンピオンシップ優勝したのはなんとデトネーションフォーカス2となりました。今では国内最強とも言われるプロゲーム集団デトネーションゲーミング。そんな中選手以上に喜び涙する男、大逆転優勝本当おめでとうございます。本当ありがとうございます。もう本当にもう2連敗した時はもう僕も諦めてました。何千万というビッグマネーを稼ぎ出すチームを一から作り上げた電脳ヒューマン梅崎信之。多分もううちだってさ、もう追われる立場じゃん今後。多分うちらのスタッフ陣がやれることって多分みんなの求めるものを望みを叶えていくことだと思うんで、それにかかる資金とかも全部、まあ、僕は用意していくつもりだから、はい、まあ、逆にどんどん言ってってほしい。管理栄養士的なものほうだったり、ね、生態師的なものだったり、うん、その栄養管理関係の人はもう俺も話つけてるんですよ、うん、あ、そうなんですか。そんな梅崎を選手たちは、梅崎さんはその現役時代本当にもうバリバリ選手やってた方ですから、選手の気持ちが分かる人なので、その何があっても選手第一に物事を考えてくれる人ですね。1個あって、エランドが14分までタックするとめっちゃお金入ってた。それまで安定した収入を得ていなかったゲーマーたちを日本で初めて毎月固定給で雇うシステムを取り入れた。このチームに込めた思いは、デトネーションゲーミングを作ったのも実は選手兼チームリーダーという立場で作った年に世界大会に出場したんですね。その時の世界大会の結果がいわゆる最下位だったわけなんですよ。でそれがすごく悔しくて、これは自分はもう選手としては難しい、だったら今度は自分がマネージメントをした自分の作ったチームで世界に勝てるチームを作る、これがデトネーションゲーミング、さらにはそのプロゲーマー集団を作った理由になります。梅崎ならではのチームマネジメントとは。失礼します。お、お邪魔します。お、新しいメンバーをチームに迎え入れるためのスカウト。なんと彼は知る人ぞ知る有名トッププレイヤー。しかしチームにはすでに彼と同じポジションで日本トップの座に君臨する選手が。ライバル関係にあるトップ選手を同じチームに共存させるという、その狙いは。やっぱり今までのチームってサブメンバーがほとんどいなかったので、そこでの競争がなかったんですよ。彼をチームに入れることによって、しのぎを削り合うことによってお互いの技術が上がるってことを僕は強く信じてるんで。24時間生活のすべてをチームに捧げる理由はただ一つ、僕はこのチームを世界ナンバーのチームにしたい、世界の大舞台で活躍するこのチームを見たいと思っています。